はい、皆さんこんばんは。ちょっとね、前から、まあ、僕もちょっと気にはなっていたんですが、指摘のあった部分ね、コメントいただいた部分、ちょっとゲームの、BGM 音量ちょっと音が大きすぎて僕のね声が聞こえづらいっていう部分あったみたいなんで、その辺ちょっと今回調整してみたんですが、どうでしょう。また後でちょっと僕の方でも動画見てうまくいってないようだったらまた調整するか、別のやり方ちょっと考えてみます。はい、それじゃあモモンガピンボールアドベンチャーの、実況プレイ、今日は7回目ですね。はい、はい、前回第6回目でグアカっていうね、グアカっていうモグラがね、仲間になりました。はい、それじゃあね、今回はそのグアカと一緒に、うまく次のステージへ進めるように頑張ります。はい、じゃあスタートします。ちょっと喉乾いたんでジュース飲みますね。はい、失礼。このね、ゲーム中の音、この BGM がね、ちょっと音大きすぎるっていうことだったんですが、今回どうなのかな。あ、はい、危ねえ、何か来てる。ちょっとね、僕この登場シーン好きなんですよね。あ、バシャった前だ。すいません。じゃあ、こちらの方が来た。地下に1個ずつ持つことできるようになったんで、これでモモを先にあの子だから逃がして、これでそして仕掛けを作動させて、モモを渡して、で、ルアカを奪います。ダイヤだけダイヤだよ。このね、ルアカっていうのは喋り方に癖があるんですよ。こうしてたら、僕の名作さ、こうしてたよ。あれ、危ねえ、なきゃ来てる。綺麗なんですね。地下なんですよ、地下でこれだけ綺麗な場所ってなかなかないんじゃないですか。それとも、こうしてたよ、ロックコンです。はい、でも最後は崩れちゃった。ずっと一人で、ビビー、あー、ジェイオン。これね、ムービーどうしても飛ばしちゃうんですよ、ごめんなさい。なんて言ってたんだろうな、最後。まあ、多分一緒に行くよみたいなこと言ったのかな。あくまでも想像です。あそこで飛ばして、よし、行け。モモ、なんでしょうか。グアカはね、頭がでっかいのでこうやって支えになってくれます。ごめんなさい、ちょっとね、喉がもう乾いちゃって、今日はごめんなさいね、こんなジュース飲みながらで、ね、どういうことなのね。ちょっと待ってみようか。一応言っちゃった。あ、ごめん、グアカ。さっきグアカはそう引っかかって止まってくれたんですけど、ごめん、すいません。グアカそこにいるよね。これで、ね、ここに回って、
今なんか仕掛け動かしたな。手をしてるんですが、なんか話してますよね。押して、雲の上に乗って、うん。なんか仕掛け動かしたな。なるほどね。どんどん床が擦り上がっていく。よし、グアカとマモで壊せ。これで加えたところから崩れてるんですよ。さすがさすが。全部通さないといけない。この真ん中に当てるんだろうな。うわくうまいね。うわくじゃなきゃ通せないのか。雲じゃダメだ。雲渡ってるけど壊してないんだ。姿の姿危ない。あ、姿危ない。ちょっと待って。あ、前線ね、これステージがピンボールで作られてるんですよね。気持ちいいっていうのは気持ちいい。ピンボールの、あ、ピンボールの上に説明したらこういうのがいいと思うんで、あの矢印の目があるね。あ、ケースはね、揺らしてくれるんですけど、あー、難しい。もしかして閉じ込められるパターン？ごめん。頑張れ。上がれ。あ、ちょ。上がれ。上がっていくだけなんですけど、それができない。これね、こいつを出す上のあの変なのを防御するやつを持ってみて。よし、よし、よし。行け、よし、行け、行け。うわ、落ちる、落ちる、落ちる。落ちない。よし。あ、
っといい。うわ、よし。すごいな、この。こんな。はい、皆さん、なんとかクリアしましたよ。あそこで行き詰まって約2時間ですよ、あの坂を登るの。いやー、しんどかった。難しいわ、これは。はい、それでもなんとかクリアしました、気合で。よいしょ。ありがとう。次はガチンコ勝負。はい、次ボーナスステージのガチンコ勝負やってみ、終わりにしましょう。今日はさすがに疲れた。じゃあ、本日最後の実況ガチンコ勝負いきます。これは何だろう、ボーナスだから1回か2回やればいいよね。パンダいる、パンダ、パンダと向かいましょう。いや、面白いけど疲れるわ。でもね、最終ステージは9なんですよ。なんであともう少しでクリアですね。難しいわ、でも思った以上に。果たして、ね、エンディングを見ることはできるのでしょうか。はい、でも頑張ってね。もうチャレンジはできないし、星集めもできないってなった以上、もうエンディング見るしかないので、頑張ってエンディングだけは見ましょう。はい、それじゃあ今回も、次回ね、これまたフリーダムフライっていうなんか虫みたいのが出てくるようなんですが、なんかね、あの虫みたいのも確か仲間になるんですよ。オープニングで一緒に飛んでますよね。はい、それじゃあ次回、フリーダムフライでまたお会いしましょう。ここで改めてちょっと一言だけお礼言わせてください。チャンネル登録ね、YouTube でコメントしてくれる方増えてきました。あと Google プラスね、一緒に絡んでくれる人、Google プラスはゲームの話だけじゃないんですけどね、いろんな友達ができてきました。やっぱね、付き合いっていうのは大事ですね。
はい、それでいつもこうやって見てくれてね、なんだろう、プラスボタンを押してくれたり、コメントくれたり、アドバイスしてくれたり、見てくれてるだけでも本当に嬉しいです。皆さん本当いつもどうもありがとうございます。またね、よかったら他の、ちょっとね、動物の森はもうゲームできない状況になっちゃったんで、残念ながら中途半端なとこで終わっちゃったんですが、これはねちょっと本当に予想外の出来事だったんですけど、また何かねそのうちやると思います。はい、で今はとりあえずこのモモンガピンボール、これだけねゲームではやっていきます。あと時々アミーボか、アミーボ、タッチアミーボやっていくので、そういったね、実況動画もあります。あとね、何を土地狂ったのか知んないけど、うちの母親がカラオケを歌います。今ね、今んとこ2曲歌ってます。もしよかったらそっちも見てやってください。見てもらうと母親結構テンション上がるので。はい、それじゃあ以上、お知らせといつも見ていただいてる皆さん、そして今回見ていただいた皆さん、どうもありがとうございました。ちょっとね喉の調子ほんと最近悪くって、声の方お聞き苦しいとこもあるかと思います。大変申し訳ございません。それじゃあ長々と、どうもありがとうございました。はい、それじゃあまた次回、モモンガピンボールアドベンチャー第8回ですね。次はこれね、難しいけど面白いです。なのでゲーム好きな人はどうか、Wii U でゲーム好きな人はどうかに1回チャレンジしてくれる方増えると嬉しいな。僕このゲーム嫌いではないです。はい、ではそういうわけで、モモンガピンボールアドベンチャー次回は第8回ですね。またよかったらご覧ください。いや、今回もどうもありがとうございました。実況は誠がやらせていただきました。いや、失礼いたします。